さあここんんににちちマーティンおはようござ、まま、いますすダクで今年のシルバーウィーク皆さんどう過ごしたでしょうか私は全然ステイホームばっかりでした。クラスターが起きた影響もあってね、なかなかね、昨日は北千原のちょっとイベント参加し、イベントというか、公募、名前聞いただけで、姉ちゃんとダダチャ公園という名前驚きました、はい。カレー食べて帰っただけですよ。あとはもうステイホームです、ずっと。いやー仕方ないですね。 まさかクラスターが起きるとは思いませんでしたね、その前。がっかりしました、はい。悲しいちゃんでございます。もう本当に楽しむ予定が台無しになっちゃいましたね。鶴岡クラスターも参加する予定でしたけども、クラスターをその前起きた影響もあって、大変申し訳ございませんでしたファンの皆様、申し訳ございませんでしたはい。今の状況はもう言葉にならないほどでございます、はい。残念しては言えない状況、まだまだ続いておりますけどもね、はい。 まあ、新型コレナスもしなかったらいけたんだけどね、それがなかったらだよ、はい。それさえなければいい話です。以上です、バイバイ。